こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、唐揚げを作りました。この唐揚げはですね、漬けるときにあるものを入れました。それはですね、じゃん、マヨネーズです。みんな大好きマヨネーズを唐揚げに入れるとなんかめっちゃ美味しくなるらしいんで、ちょっとやってみました。じゃあ作りたいと思います。じゃあまずは鶏肉を一口大に切ります。これは2キロあります。ポリ袋の中に鶏肉をすべて入れます。そしてお醤油、お酒、マヨネーズ、生姜、ニンニク、塩コショウ、お砂糖を入れて揉み込みます。煮込みたら15分ぐらい置いておきます。さっきの鶏肉に片栗粉をまぶして油で揚げます。山盛り唐揚げと山盛りご飯です。今日は6合あります。いただきます。今日もコーラを注ぎます。あー、うまい。朝一のコーラ最高。わー、すごい美味しそうです。じゃあちょっとマヨネーズをつけた唐揚げはどんな感じなのか食べたいと思います。うん、なんかジューシーな気がします。うん、うまい。うん、あー、ご飯ともよく合います。めっちゃ美味しい。レモンを絞ります。唐揚げって本当何歳になっても美味しいですね。うまい。ニンニク醤油でちょっと甘みも効いてる。すごい美味しい。片栗粉だけで揚げたから超カリカリ。うん、やっぱりレモンかけるとレモンが効いてて美味しい。今日はキノコのお味噌汁です。あ、お味噌汁も熱々でうまい。
メルとスーミーがじゃれてます。めっちゃジューシーで美味しい。最後のレモン使おう。マヨネーズつけよう。マヨネーズで味をつけた唐揚げにマヨネーズをつけます。鉄板です。
完食です。最後の唐揚げです。完食です。ごちそうさまでした。マヨネーズでつけた唐揚げめっちゃ美味しかったです。なんかお肉がすごいジューシーな感じがして、でもマヨネーズの酸っぱさとかはなくてめっちゃ美味しかったですね。でとっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイートアンドスマイル。バイバーイ。本日の体重です。昨日結構最大のぐらいの体重を出した気がしますけど、今日はどうなってでしょう。あーでも昨日より全然減りました。昨日やっぱりむくんでたんですね。あれはね、お酒をいっぱい飲んでましたからね。はい、めるちゃん。